はい、皆さんこんにちは。今日もランドオブザバイキングスやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回はこちらで小麦を作ったものを風車の方でパンに変えていました。現在も変えてる最中ですね。あ、小麦の方がもうなくなってしまっています。ちょっと食べ物的にも厳しい感じですね。はい、では今日はタスクの方ですね、続きやっていきましょう。ゲットアトリスト10ウールってなってますので、こちらの方で今ヤギさんを屠殺してますね。お、道端でやってるな。道端で屠殺していますが、こちら、屠殺することによって肉と皮とウールに分けれることができると。まあ、6頭いましたので、今4頭を屠殺しています。1頭から何個ウールが取れるか分かりませんが、まあ2個か3個として4頭でいいかなと思っていますので、まあ10個ですね。これを作ります。次にタイムトゥゴーフィッシングということで、釣りを始めなさいよということですね。こちらの方を建てていきましょう。まず釣り小屋の方ですね、こちらの方を建てていきたいと思います。まあ、あとは、しばらくこちら地震で倒れた、なんだ、カーペンターか。とか、家の方がまだ完成していませんので、こちらの方を少し完成を待ちましょう。村の方も少し大きくしていきたいので、こちらですね。少し裏手側の方に範囲を広げて、少し村を拡大していこうと思っています。さあ、どんなもんかな。もうちょっと伸ばして、ここにも住宅関係とか、あと職場関係ですね、置いていきましょう。職場が遠いと、なかなか仕事に行きづらいと思いますので、職場近くに入れてあげます。さあ、一応ジョブの方も見ていこうか。余ってる人が8人と、ビルダー4人ということで、まあ大丈夫でしょうね。うん、特に人が足りないとかも問題はないと思います。では、せっかくですから、ここにも家を建てていこうか。よいしょ。家の方を建てていきましょう。なんだ？ああ、なるほど。木と合体してるよと言ってますので、ここら辺では切っていきます。よし。これで、まずは家を建てよう。どんなもんかな。これってひょっとして横にも入れて、スペース的にちょっと無理かな。スペース的に無理かもしれませんので、ここら辺度に立てておきましょう。他には何か足りないのは木が足りないぐらいか。あと食料も今冬ですね。冬が終わるまでは大丈夫かな。まあちょっと食料の方も徐々に取ることを考えていきましょうか。よし、ここ伸ばして、なんだっけな。フードのところから、ハンティングハット。こちら、チュートリアルに出るかと思ったんですけど、出てなかったので、もう勝手に立ててしまいましょう。効率 100% になってますね。さあ、これでどうだ？今はカーペンターの方を再建してるところですね。あ、ウールプロダクションが終わったと。言っています。こちらのオブジェクティブのところでウールが終わったので、今度はクロッシングプロダクションですね。こちらの方はまず、この木から、トゥリーオブライフから、まずはそちら、エターナルハンマー&なんとかを取れ。おそらくこれですよね。エターナルハンマー&、なんだろう、これ、ウィーバーかな。こちらの方を取れと。あ、5ポイント必要。ポイント勝手に使ってしまってたので、ちょっとポイントありませんので、こちらは貯めていきましょう。さあ、あとこれなんだ？これは。こちらの方にインフォメーションマークみたいなのありますね。これは鉱山を建設することができますよと。鉱山は山のふもとにあります。あ、なるほど。ここで鉱山か。こちらの方のマイン。ああ、なるほど。この線が引いてあるところしか鉱山できないんですね。なら、まあ、どうしよう。ここら辺に立てておきましょうか。よし、こんな感じで問題なしと。カーペンターの方が出来上がったぞ。これ、パワーが重視されますので、
パワー張る人を入れておきましょう。わー、2.4倍、すごいね。さあ、この人が終わったところでオープンと。よし、これで板の方も作れますね。さあ、板をせ、あ、木がなくなってる。木材がかなりなくなってますので、木材入れつつですね、板の方も作ってもらいましょう。さあ、春になるまでですね、あと2日と3時間ですよという案内が来ましたね。ただ食料の方がなくなってしまってるので、ちょっと心配です。早めにですね、こちら、ハンティングハットの方を作っといてよかったんですが、まだ完成してないんでね、早いところ作ってもらいましょう。よし、出来上がったぞ。こっちの方はパワーとラックを重視したものということですね。この人が、まあ、1と1対1なのでいいでしょう。あとは、まあ、みんな切ってる感じだな。ということで、あとは家が近い人選んで入れておきますと。さあ、これで、ある程度のものは立ってきた感じですかね。さあ、家の方を作るためにちょっとプライオリティ上げておきます。それと同時に木を伐採しないといけないな。あと伐採したやつがちょっと置きっぱなしにもなってるので、こちらは注意しましょう。さあ、春になるにしれて雪が溶けたら、プラントの方もできるようになってました。おそらくこれ手動で毎回プラントしないといけないっぽくて、手動で植えましたので、まあ、こちらの方、自動的に今後なることを祈ります。さあ、食べ物の方も若干復活してきましたね。こちらの方にはストーンカッターの方も建て始めました。まだ建ててない建物があったので、とりあえず建てていきます。木材の方は板は増えてきましたが、材木自体はそこまで増えていませんね。まあ、こちらの方は板と石なので、石も取っていかなければいけません。お、なんか新しい人がもうあと1日と5日で来るって書いてあるな。これまた家が足りなくなるかもしれませんので、こちらの方新しい家建設できるようにしておきましょう。 あとここら辺とかなり暗いですね。暗いのでトーチとか置いていきましょう。あ、道路にも置けるので道路の方に置いていきましょうか。まあ、これちょっとどうだろうな、幅適当な感じで何個か立てていって、まあ、明るい感じの街にしていきましょう。よし、こんな感じでいいですかね。さあ、こんな感じでどんどん街の方は大きくなってる。食べ物の方も少し安定してきましたかね。現在なんだろう、建物の方は何人だ、ビルダー4人で頑張って、木を切ったりとかは7人でやってるみたいですね。カーペンター3人、あ、ファーマーがなんか1人減ってるな。人がちょっとなくなってるのかもしれません。よし、こんな感じで OK。 そしてトゥリー、あー、地震だ。またトゥリーオブライフの方は4ポイントということですね。マジか、こんなとこで地震が。いやー、なんだこれ、結構年明けとかにあるのかと思ったらいつでも起きますね。さあ、どこの家が潰れるんだ今回は。さあ、これは見ていくしかありません。と、上から全体を見ている感じで潰れた家、あー、これだ、ここだな。まず1本だけでいけるのかな。さあ、被害にあったのはどこだ。あー、なんか来たぞ。アースクエイクということで、やばい、何にもしてあげれない。よし、ごめんなさい、何もしてあげれませんでした。お金を渡すことも何もできませんでしたが、まあ、再建に取り、あ、1個しか家壊れてないな。再建は速やかにしていきましょう。さあ、こちらの方家がないのでしっかりと建てていくと。こんな感じで大丈夫かな。カーペンターとか潰れなかっただけ良かったですね。さあ、人が来ましたので迎え入れてあげましょう。あ、54人から一気にですね60人に上がりましたね。ということで、ここら辺で家の再建とともに新しい家も作ってあげましょう。さあ、これであとは収穫がもうすぐできるっぽいことを右側の方はやっていたので、
ストレージをちょっと作らないとダメですね。ここでいいか。さあ、こちらの方に作っておきましょう。1個だとパンパンになっていました。他にもまだですね、牛さんの家とか、あと鳥小屋ですね。こちらも作ってないので、入るかな？あ、入りますね。よし、こっちも作っていきましょう。牛さんの小屋と。こちらですね、キャトルランチということで、これも作っていきます。さあ、ここら辺の木があって全然入らないな。かといって、こちら側も入りませんので、よし、バンピーになってますね。入りませんので、まあ仕方ありません。ああ、ここもギリ入らないな。はい、ということで、上しか入れる場所がなさそうですね。ここら辺の木を少し削除しながら作っていきましょう。よし、キャトルランチ。よし、こんな感じかな。ここにもし最悪道通すということで、あれ、作れてない。ここに立てておきましょう。さあ、こちらは前も出たことがあるやつかな。家がないですよということで、こちら新しい家を建てることを誓います。これ2日間ぐらいでしたよね。あ、3日間ありますか。2日間の間に家を2軒建てろということで、こことここが建てれれば問題ないのかと思いますね。人の方がどうだ？ 12 人今暇な人いますから、まあなんとかなりそうです。そして、トゥリーオブライフの方5ポイント貯まりましたので、こちらの方解放していきましょう。テイラーとブラックスミスが解放されるということで、あ、この次にはトレインウォリアーとかですね。トレーダーの方もできるということで、まあちょっとポイントがないんで全然できませんが、こちらの方もやっていくと、あ、やばい。そしてこれハーベストするのすっかり忘れていましたね。さあ、こっちはまだレディートゥーハーベストは無理なので、1個だけハーベストしておきます。さあ、すっかり忘れてましたが、釣り小屋の方も、もう完成していましたね。これはなんだ、クローバーと頭脳が必要ということですので、まあ、この人かな。2.1。あ、この人はホームレスですけど、あ、結構いい感じで、ね、言ってますね。これ入れておきましょう。そしてこのボートかな、シップ。こちらの方を今から作るのが目標ということですね。こちらの方。これじゃないや。どこだ？こちらですね。ビルドはシップヤード。そしてシップヤードで働く人。そしてメイクはボート。そしてフィッシングハットに渡すということですので、こちらの方が重要になってきます。さあ、こちらもハーベストできますね。これで食べ物に困ることはないのかな？もうしばらくはパンの製造ができてますので問題ないでしょう。あ、やばいぞ。家が全然できていない。あと1日で2つ建てないといけないんですが、建ってきていませんね。こちらで一生懸命建ててる。いや、3日もそんな2つにかかるのかな。やばい。あと1個。ここですね。よし、ここをしっかりと建ててもらいましょう。隣では木がでっかくなったので切り取ります。さあ、間に合うかな。これで2つですよね。よし、とりあえず OK かな。今もう、組み立って終わりましたね。よし、OK。これで約束は守れたので、問題ないかと思います。さあ、こっからは、次はなんだろう。ストーンカッターとか作って、ああ、岩の方も取らないといけないな。なんか岩の採掘場も作った気がしますが、こちらの方ですね。どこだ？これか。これはまだ全然取り掛かってもいない状態です。よしよし、これで、とりあえず魚の方は、この人が釣りして取ってるので、魚も若干手に入り始めたということで、今のところ町はちゃんと、きちんと大きくなっています。さあ、こちらの方なんですけど、一回小麦を買った後にもう一回植えれるみたいですね。年2回小麦が生産できそうです。お、食べ物がないって言ってる人いるな。さあ、家の方もホームレスがまだいるっぽいので、もう一軒建てていますので、こちらの方、家の方を作っていきましょう。ああ、石がなくなったな。
石を早めに集める方法を考えていかないと、そのうち石が枯渇しそうですね。こちらの鉱山の方にもめちゃくちゃ使うみたいですので、どうだろう、家とかが安定したらこちらのですね、採掘所の方を早めに完成させたいと思います。ここですね。まあ、それまではここら辺のに落ちてる石で我慢してもらうしかありません。さあ、こちらですね、牛さんの小屋ができました。現在牛さん2頭、あ、3頭かいるということですが、あ、今歩いてきたな。牛さんが自分の方からこちらの小屋に来ましたね。ということで、こちらでは牛さんを飼うことになりました。鶏小屋はできてないのかな。こちらでは鶏小屋作ってるんですが、まだ材料がないみたいでダメですね。はい、こちらはヤギさんの方は4頭に増えました。まあ、ちょっと2頭まで食料が減ったのと、ウール取るために屠殺してしまいましたのでね、こちらの方になってしまいましたが、どんどん育てましょう。食べ物は15ありますけど、こっちの誰だ、この女の人かな。あ、旦那さんが死んでる。さあ、こちらの子がちょっと食べれないみたいで、少し食糧難のマークが出てました。さあ、他はどうかな。現在はあとは今ストーンカッターの方がもうすぐ出来上がるみたい。よし、ストーンカッターできました。人材の方大丈夫かな。11人いますので大丈夫ですね。これはひたすらパワーが必要ということで、女の人と、あ、この人もすごい 2.5、 ちょっと遠いな。さあ、近くで誰かいないのかな。近くではいない感じですね。まあ 1.1、 1.1 の人にするかどうか。100メーターぐらいならいいか。それか、この51メーターの人にしましょう。ストーンのリミットはどうなんだ。とりあえず100ぐらいでいいかな。200すると、今度家建てる材料の石がなくなってしまいますね。よし、こんな感じでいいでしょう。さあ、ではですね、タスクにあったテイラーの方も作っていきましょうか。よし、これですね。さあ、牛さんのところ、ちょっと開けたところに立てておきましょうか。これで、あとはこれが出来上がったら、こちらに人を入れると。そして、オーダーザ、プロダクションオブパブリックなので、こちらで何か注文すれば問題ないでしょう。さあ、こちら洋服屋さんできましたので、入れていきましょう。こちら頭脳が高い方がいいですよ、ということで、これと、2倍がいるな。2倍の人にしていきましょう。オープンになってるので、オープンで問題ないですね。これで製作物は、リソースが革と毛糸ですね。毛糸というか羊毛か。これで何かを作ると、プロダクションは、ああ、なるほど。こちらの方の洋服か。これを作るか、ハイクオリティを作るか。ファブリック。ファブリックを作れって書いてあったでしたっけね。プロダクションオブファブリックなので、ファブリックを作れば OK か。これ優先順位でしょうか。さあ、これは優先順位、今は一番高いところに合わせておきましょう。さあ、今年2回目のですね、ハーベストですね。うん、かなり麦育ってますが、1年間に2回取れるのは嬉しい限りです。ただ、ちょっと穀物の倉庫がいっぱいすぎて全部入らないんじゃないかなと思っています。ひょっとしたらこれ3つ目ぐらい作ってもいいかもしれませんね。穀物の倉庫をもう1個ぐらい作っておきましょう。ここら辺に作っておきましょうかね。よし、これで多分2つの畑、ここに取っていっても、まあ年2回は取れると思います。そして相変わらずホームレスは続々と出てきますので、家の方の建築もしていきましょう。さあ、これでですね、人口の方は74人になりましたので、まあこれで洋服とかも作れれば、あ、毛糸は入ってないけど、革は入りましたね。うん、こういうなので、洋服などが作れればいいのではないでしょうか。さあ、他に革ではアーマー系が作れるぐらいですね。
ということで、これで進めていきます。あ、これどうなんだろう、自分で作るとかではないですよね。自然に作ってくれるのかな。まあ、羊毛がまだ入って、あ、羊毛10入った。で、何かを多分、おそらく作ってくれるんだと思います。で、ああ、もうすでになんかヘビーアーマーがあるぞ。ヘビーアーマーとか鎧系がもう入っていますね。なるほど。さあ、ということで、こんな感じで徐々にいろいろ街の方は出来上がってきましたので、今後も一生懸命作っていきたいと思います。それでは皆様、ありがとうございました。